対してずっとやりたかったです。これ本音ではしご酒が番組が終わりましたから、はい、それをもう丸パクリして本音で大ちゃん酒すぐパクるわ。すぐパクる。で今回さ引退して、はいはい、お酒をね交わしながら現役の時に聞けなかった、はい、あのことっていうのを、ね、お互いちょっとやっぱ抱えてるものがそれぞれあったり、それを視聴者の皆さんって知られてないことが結構あったりする中で、うん、引退して酒を交わしながらだから言えること、今だからやっと言える、俺も言えること、コージに聞きたいことある、はい、で俺も初めてここで言うことを今回ね話させて、さらけ出そう、さらけ出そう、さらけ出そう。じゃあちょっと まずはちょっと乾杯。お疲れ様です。そうです。あ、うわすごっ、来ました。マスオカキ好きなの？大好きです。広島名物。今回こちらの大人の隠れ家アーバンさん、こちらこちらです。はい、早速カキ出てきましたけどね、食べながら飲みながらちょっと話していきたいと思うんですけど、はい、プロ、うん、何年だっけ。こうじゃ俺は17年で、うん、俺が18年。うん、今回話したかったのが、うん、まあ、現役時代コージとカズはすごく仲いい、昔から、うん、あのユース代表から ね、 そ, うだね。でそれこそ俺がねやらかしたそのアテネオリンピックでは左サイド左、ね、センターバックでサイドハーフで、うん、まあ、ユニットを組んでた、はい、なんか、うん、そうだったから一緒に戦った仲間でもあるんだけど、うん、さらっと言えばあの時アテネオリンピックの時どう思った、うん、え、そのナスのプレー、そう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 、あの現象を含めて俺ね、あれはね、うん、すごくね、自分でもめちゃくちゃ後悔してて、うん、那須がミスしたことっていうのはまあ当然ね、うんうん、当時のメンバーは分かってるけど、うんうん、俺やっぱり近かったじゃん、左サイドで、左サイドで、俺は那須のプレーというか、うん、相手がやっぱ後ろから来てるなっていうのを、はいはい、もっと言ってあげればよかったなっていうのがめちゃくちゃ後悔してるのって、俺判断で流しちゃったんだよね。そうだよね、うん、だからそれをなんか本音で本当に言えてなくて、実はやっぱ同じ左サイドだったし近かったね、距離がね、ポジション的にも。だからあ、もっとこうコミュニケーションで伝えてあげればよかったなっていうのが結構後悔として俺は残ってた。今だから笑い話できるんだけど、そうそう、あの当時は本当に落ち込んだし、そうだよね、半年引きずったから本当みんなに申し訳ないと思って、いや、まあまあそれはね俺のことなんでもいいんですけど、はい、まあ、本当はねちょっと聞きたかったのが、まあ、本も出してみたけど、あ、はいはい、そう、うつしろ、うつ白ですよ、うつしろ、ごめん、うつ白ですよ、ちゃんと読んでくださいよ、うつ白、そう、うつ白っていうので、コージもカズも同じね、はい、うん、あの、まあ、病気でしょ、まあ、ちょっと心の病っていうか、心の病っていうか、何が起こってどうやって乗り越えたかとかいうのを、俺全然ねこう仲良かったんだけど、現役選手でこうやってね現役中も電話するってあんまりないじゃない。ないね。同世代でさお互いこう意識し合ってるから、うん、そういう中でコージにも言えなかった、うん、何が起こってどうやって乗り越えたかっていうのが今だからちょっと聞きたいみたいな。ああ、なるほど、ね、そうそうそう、実際は世間的にはもううつ病、うん、うつ病を発症したっていうことよね、うん、の、で急に来るの当時は、いや当時はだからそのオーバートレーニング症候群とか、はいはいはい、高選手でもね、うん、馴染みがあると思うんですけど、うん、オーバートレーニングをしたことによって発症してしまうみたいなことを伝えた方が、うん、まあ、世間の方にも伝わりやすいっていうとか、ね、というふうな発表したんですけど、うん、まあ、実際そのうつ病っていうことで、うん、原因っていうのは性格的なものもあるのよ、うん、抱え込むし、うん、あんまり外にこう発しないタイプだし、うん、あとはまあその完璧主義な性格っていうのもちょっと関係はあったかなっていう気がするかな、はいはい、初めは目の不調から来たの。プレーしてて、プレーしづらくなる、ボールが例えばですけど二重に見えるとか、ボールと相手との距離感がつかみづらくなったりとか、なんか視野が確保しづらいなっていうところから来て、最初はそういう症状が出た時に眼科に行って視力検査したら、うん、大体基本的にはその両目って同じぐらいの視力じゃない、うんうん、でそれが当時測ったのに 1.2 と 0.6 とかで、はいはい、あ、その影響だったんだなっていうのが最初のその原因で、うん、天使的なものじゃなくて、うん、あ、目の不調っていうのはそういう両目がちょっとうまく視力が合ってなかったから、うん、それをちょっと合わせたんですよ、うん、合わせてコンタクト入れて、うん、1.2 の方に、うん、いい方に合わせて 1.2、うん、にしたら、うん、距離感がまたつかめやすくなったから、うん、全然問題なくて、うん、ああ、なんか全然そういう感じだったんだなみたいな原因もあって思ってたんだけど、それを調整しても
またちょっと少し経ってから、それこそアテネオリンピック終わった後に、またなんか同じような症状が起こったの、目の、なんかこれは二重に見えたけど、疲れてるのかなって最初思ったんだけど、それをなんか気にしてると、ミスが結構起こったりとか、増えてきたから、それがめちゃくちゃ気になってきたわけ、ストレスになってきたのね、もうめちゃくちゃストレス、俺もカズもどっちかというと完璧にミス少ないそうだねプレーを好んでやってたから、それがすごい気になってきて、で、それから睡眠障害とか寝れなくなって、気にしすぎて、で、もうずっと寝る前からもううまくいかないなとか、ネガティブなこと考え出して、いろんな症状が出てきたとか、寝れないとか、食欲低下とか、記憶障害とか、へえ、それ数も同じ、もうほぼ同じ、周りからしか聞かないからどういうことが起こってるっていうので、まあ、練習休むじゃない、きっかけとしてどうやってこう復帰に至るというか、引退した今だから本当に聞ける、気軽にこうね酒交わしながらっていう感じで聞けるけど、 その当時はさすがにちょっと無理だったから、やっぱり慰めるのもちょっと違うと思ったし、もうそっとするしかできないと思ってたから、どういうきっかけ、まあ、最初は休養を取って、まあ、練習もちょっと行けない時期もやっぱ何度も訪れたんで、毎年ね、しっかりまず休養する、家でやっぱり人と会うとかもしんどくなったりとか、まあそうね、人と話をすることも気を使ってそれだけでエネルギー使ってしんどくなったから、まず休養するっていうことも大事だったし、病院にも通ったんですよ、普通に病院通ってで、まあ、薬を出してもらったりとかで改善ちょっとずつしていく、それから一番良かったのはそのカウンセリング、考え方がもともと多分俺もカズも、どっちかというとその気にするタイプ、めっちゃ分かる、俺はなんかいかがでしょう、分かるでしょ、で、いろいろ気を使うことが多いから考え方を変えていきましょうっていう、そのどちらかというとこうネガティブに考えがちだったり、ポジティブにこう考えてくるっていうことを、性格ってあるじゃん、これネガティブな人は結構ネガティブだから、それをちょっと変えていきましょうっていう、先生とこう出会う中でやっていくことで改善はしていくんだけど、ただやっぱり自分一人じゃ練習に休んでるっていうもどかしさだったり、チームに迷惑かけてるなっていう気持ちもやっぱ強かったんで、最終的に練習とか復帰できるようになったのは、やっぱ周りのクラブのチームがやっぱり背中を押してくれたりとか、いつでも待ってるよっていう言葉とかを、もう自分のペースでいいからとか、いくらでも休みから、まあ、当時のミシャとか監督とか、まあ、森保さんもそうだけど、もう何回も休んだんですよ、毎年毎日休んじゃないけど、なんかそういう言葉をもらって、すごくやっぱり気にしてもらってるんだとか、それは大きかったかな。なるほどね、周りのこのサポートじゃないけど、そういうカウンセリングもあり、考え方も少しずつ改善されてきて、時間も経って徐々に徐々に心のゆとりができてきて、その周りの状況、あの環境もね、工事だったり数をいつまでも待ってるよって、まあそれくらい重宝されてた2人だから、必要とされてた人材っていうか、そうです、ね、選手だったから、そこはやっぱあんまある意味でも本当すごいなと思いながら、クラブも待ってくれてたし、まあ、契約ってあるじゃん、やっぱり選手って、だからすごいそっちも不安になるじゃん、来年契約してくれるのかなとかいろいろあったけど、そんな時にクラブの当時の強化部長、まあ、織田さんっていう方だったんだけど、気にしなくていいから、もういつでも待ってるからって言ってくれたりとか、あとやっぱサポーターかな、サポーターも、サポーターも弾幕とかにずっと待ってるとか、復帰した時待ってたよとか、なんかそういう言葉とかをやっぱもらえたのはめちゃくちゃ大きかった。それはめちゃくちゃ嬉しいね。めちゃくちゃやっぱ背中を押してもらって、なるほどね。じゃあ一人の力だけじゃやっぱり乗り越えられなかったかなっていうのは、というのにも改めて触れる機会でもあったし、周りの温かさとかね、そう、ちょっと早速あのね、せっかく出していただいたんだから、食べながら、で僕広島名物の牡蠣を、皆さんが一番もう大好きです、飲んでいた、大好きです、牡蠣なんで、まあ、食べながら飲みながらこういういろんなお話をできるっていうのこれ最高やね、最高ですよね、最高やな、すごい、いただきます、牡蠣をめちゃくちゃでかいよね、これ何牡蠣なんですか、小町です、広島名物、小町です、広島小町、めっちゃ美味しい、生牡蠣、これとこれまた違う牡蠣ですか、種類は、そうです、で、ですよ、いやめちゃくちゃ身が大きい、
食べることあるけど、こんなにでかい生牡蠣はあんまりないよ。ね、レモン絞っていただいて、海の塩気だけで大丈夫なんですけど、レモン、ちょっとレモン、レモンもシンプルですよね、はい、レモンも無農薬のレモン。でこちらは何でしょう。これ穴子の刺身です。穴子の刺身、はい、これも広島名物です、はい、はい、広島名物。これもなかなか食べない。穴子を刺身で食べることはあんまない。あんまない。うん、穴子の刺身プリプリ、はい、やばくない。穴子ってだから宮島が有名だから。穴子丼とか穴子飯、目がプリプリやばいじゃん。めっちゃ美味しい。わかんない。好きなんだけど。もう一杯だけビールもらっていいですか。はい、俺もね、実はね、ちょっと初めて言うことあんのよ。お、うん、現役を引退を決めるきっかけっていうか、まあ、うんうん、なったんだけど、浦和からヴィッセルに移籍する前ぐらいかな、うん、今もそうなんだけど、俺、シャシなのよ。シャシ、シャシっていうのは、その目線がずれるっていう。あ、そう、だからあのこのシャシがひどくなったのも、うん、まずはその、ヘディングをした時に脳震盪が起こった。それは普通にヘディングしてて、そう、神戸移籍した時、うん、で練習からもう脳震盪起こって、うん、うわやばと思ってヘディングできんやんと思って、うんうん、極力練習ではもうしないようにした、うん、試合限定にした。それと同時に尾骨骨折7回骨折したり、ここの眼、ここら辺の顔面のやっぱ損傷がひどくて、うん、目を支える筋肉が弱まっちゃって、うんうん、目が落ちるのよ。ちょっと落ちたらどうなるの。そしたらシャシが生まれるじゃん。それこそ二重で、ずっと二重で見えるっていう、うん、で目をこう力グッて入れてやっとこう元に戻る。少しでもこう力を抜くと目が落ちてくるんだよ。そう、そういうのが神戸移籍してからこう発症して、はいはいはい、練習中も二重で見えることもあったし、うん、試合もそうだし、うん、まあ、何試合か出させてもらって、うん、プロだしやんないといけないしっていうので、うん、やりながら脳震盪をこうやってこうグワーンって目なるじゃん、うん、治ってもボールが二重に見えてるし、まあ、それがきっかけでじゃないけど引退したんだけど、うん、まあ、でも俺の場合もやりきれたからさ、やりきれてそれが乗っかってきたから、うんうんうん、全く選手の時もストレスだったけど後悔はなかった。だからもう今もそうだけど病気というか、うんうん、まあ、病気ではないんだけど、なんか現象というか自傷、まあ、精一杯やってきた結果だもんね。そうそうそう、だからやったみんなが支えてくれたからここまでやれたみたいな、うん、だから俺は覚悟につながるから、うん、まあいいんだけど、まあ、でも俺もそういうものがあって、うん、ちょっと被るとこもあったんだけど、あの今回ね、何がこう伝えたいっていうか、うつ病をこう発症してっていうことだったり、うん、何かぶつかることってやっぱ選手あるじゃん。あるね。実際プロで長くやってもこういうことが起こったりとか、うん、そういうものに気づいてもらうきっかけになってもらえばいいし。そうだね。まあ、当時は、うん、その病気を発症した時ってやっぱりもう本当に苦しくて、うん、もう先真っ暗で、うん、そうだよね、暗闇にいるような感覚だったけど、うん、今となっては、うん、まあ、それを自分で周りのサポートも含めて克服できて、まあ、今実際こう引退してからはそういう症状もなくて楽しく仕事できたりとか、ね、楽しくこうやってラスト一緒に飲めたりとかっていうのがもう本当に幸せで、だから当時のことは苦しかったけど、今振り返った時に、まあ、夏もそうだと思うけど、そういう苦しさを乗り越えた先っていうのは自分に置き換えた時に、ああよかったな、いい経験できたなって思える自分がいるから、ポジティブに考えられるようになったし、ずっとこう抱えてる時ってやっぱりその病気する前の自分がすごい好きで、やっぱ病気したことによって自分のことが嫌いになった時期もあったけど、今の自分の方が好きになったっていうのは、その病気を経験したから、うん、気づけたこと、まあ、それは良かったなと思う、逆に、うん、だからこうやってね、うつ病で今そうやって心の中に抱えてる人に伝えたいことは、全然克服できて、こうやって元気に仕事もできてるっていう、うん、自分の姿を励みにしてもらいたいな、うん、すごいあります、はい、いい話です。全部カットです。カットすんな、カットすんな。そういうこと、インスタの DM とか、うん、別のスポーツの選手から、うん、来たりするの。来すると思う。へぇ、で現役選手とかもあるんですか。本を出したことによって。あ、なるほどね。それがやっぱり環境があって、はいはい、相談とか、プロアスリートのあのね、プレッシャーっていうところだったり、そう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 、多分悩んでる方たくさんいるのをやっぱね、こうやって本にしてみんなにこう公表してくれたのが、そ、ね、それが多分救いになってたりする選手たくさんいると思うので、うん、まあ、それは多分プロアスリートだけじゃないと思うんだけど、うん、生きた言葉をね、励みにしてもらったり参考にしていただければと思って、はい、
今回はもういい企画、いい企画でした、ね、いや、もうめちゃめちゃ勝手にお酒飲んで楽しんでるだけこれからまたね、続けていきたいので皆さんぜひご視聴の方よろしくお願いします。コージもインスタグラムだったり SNS やってるので、はい、皆さんぜひね概要欄の方からチェックしていただいて、はい、この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。ということで、もう同級生対談だったんですけど、すごく深い話ができましたので、また今後ともよろしくお願いします。お願いします。皆さんお疲れ様でした。しっかり飲みます。